女と使うつもりのコンドームが親が帰ってきたので小銭入れに隠した。その後コンビニに行って小銭を出そうとしたらコンドームがレジに落ちた。そのコンドームを可愛い店員さんにガン見されて慌ててしまい、思わずまだしてませんと言ってしまった。こてっちゃん、剣道6段の先生が興奮して挑んだらコテンパにやられて全身に痛みが残った。その体で彼女とデートしたら彼女が腕を掴んできた。でも痛かったので痛えよと振りほどいていた。デートの最後に彼女が抱きついてきたので痛かった抱きついてきたが痛かったので振りほどいたら、そんなに私の腕が嫌いならはっきり言ってよと彼女は泣きながら走って帰った。彼女とはそれきりになってしまった。コテンパーン。クラスの番長が女性の局部の写真を持ってきたと宣言。クラスメートが群がる中、自分も後ろから背伸びをして覗き込んだ。そこには南米の蝶々のような美しい写真が目に入った。それが目に入った途端、あそこが立ってしまった。その後友達に、女の人のあそこって南米の蝶々みたいだったんだなと言うと、え？あれって写真なんだ。言いながら父親から指輪を横取りし、神父さんが